こんにちは、荒木和弘です。衆議院解散総選挙ということでですね、本当にやる側皆さんは大変だと思います。自分は立場上ちょっと各党との関係もいろいろありまして、どこをどういうふうに支持するということも申し上げられないんで、ある意味傍観者でもいられるわけですけども、ずっと選挙に関わってきたものとするとですね、本当にやっぱり大変です。金はかかるし、もちろん労力はかかるしですね、で一体何やってんだろうと思う時もありました。自分も一回平成5年の総選挙の時に、もう泡沫候補ということですけどね、出たことあるんですけども、これもう行きがかり上出ざるを得なくなってしまったという選挙で、もう最初から当選しないことは分かっている。一応ですね、旧東京7区中選挙区制の最後の選挙なんでね、東京7区で菅直人さんの対抗馬ということになるんですが、対抗馬つたって、向こうと10万票以上票の違いがあるんで、こっちは何千票という選挙ですから、話にならない。で、もう最初からもう候補者もそれから陣営のメンバー手伝ってくれた皆さんも、当選しないということは分かって、やってるわけですね。で本当にそういう意味で言うとすごい気楽な選挙で、言いたいことを言ってた、選挙ではありました。でちょうど北朝鮮が初めて、ミサイルを日本海に打ち込んだ時だったんでね、そういう話をもしたりしてたんですけども、そしたら手伝ってくれた船体の中枢メンバーからですね、ミサイルの話なんかすると女性の票が逃げるんじゃないかとかいうふうに言われたことがありました。いや逃げるも何ももともと票ないんだけどって、そういう話だったんですけどね、でもそれはもう気を使ってくれてそういうふうに言ってくれたんだと思うんですが、とりあえず好きなことを言っておりました。でももし当選するかもしれないと思ったらやっぱり考えますよね。で選挙ってね、後になってから、いや俺が当選させてやったんだなんていう人間ってたくさん出てくる。でまたね、自分の時は当選しないからよかったんですけども、おそらく当選しそうだってなると、いや票持ってくるかとかですね、いろんなこと言ってくる人間がいます。そういうのを裁くのも大変です。それから選挙事務所って大体寄せ集めでやりますんでね、最初からヒエラルキーがこう決まってるっていう選挙事務所の方が少ないだろうと思います。そうすると、そこでですね、ああでもないこうでもないっていろんなことが起きます。でそう言ってるうちにあんまり政策も何もあんまり関係なくなることがあったんですね。でこれもう時効です。だからいいと思うんですけども、かつてですね、これ自分の選挙じゃなくて、小平の市長選挙をお手伝いしたことがあったんですけども、その時にですね、政策のチラシ書いたね。でそこで西武線に3つの駅を作りますと、小平と花小金井の間、あれ昔東小平って駅が本当にあったんですけどね、それがもう、戦前になくなってそのままになってる。それから小川とそれから東大和市の間、ここもすごい長いんですけども、駅があってもおかしくなくて、駅ができるっていう話がいつもこうあるとこです。それからあと武蔵野線 の、 西国分寺と新小平の間ですね、に3つの駅を作りますって、書いちゃったね。で、あんまりたくさんじゃないですけど少し配ったんですけども、そのビラを候補者が見て、こんなことできるわけねえじゃねえかよというふうに言われたことがありました。ですからその時ですね、ともかくそれやる方としてはね、必死になってやるわけで、ともかく少しでも票を取ろうとするわけですね。で、これは自分が選挙運動やってる方からすると、例えば候補者が自分とこの候補者が年配で、そして、対抗馬が若かったりしたらば、いやこれもうともかくこういう時代にはもう本当にベテランが必要なんですとね、経験を積んだ人間がもうやんなければこの政治はやっていけませんというふうに言いますし、それが逆だったらですね、こんなもう転換期の時代にですね、もう今までのやり方だったらダメなんだから新しい人間をつかなきゃいけませんって、これは選対の人間からするとどうやって自分とこの候補者を売り出せるかということになります。
で、選挙に勝つのはいろんな要因がたくさんあって、金だけじゃ勝てませんよね。で、組織だけでも勝てないです。で、まあ、それぞれがいろんなものは全部積み重なってやるんで、まあ、結局ある程度以上のものをみんなこう保ってると最後に滑り込むということになって、まあ、みんなでマラソンやってるようなもんですから、途中で息切れしちゃうとそれでおしまいということなんですね。まあ、もう、まあ、そう言いながら自分だって選挙の現場外れて、もう随分なりますんでね、もう今の選挙と全く違うんでしょうけども、まあ、ある意味は同じところは結局いくら時代を変わってもあるんだろうというふうに思います。で、結局でもそれをみんなですね、有権者の方はそれをこう見比べて、でこの人っていうふうにすると。で、これ野村克也元監督の言葉だったんですかね、勝負に、なんだっけ、 勝利にまさかの、まさかの勝ちありで、負けに、あ、そうそう、勝ちにまさかの勝ちあり、負けにまさかの勝ちなしと、負けた選挙って後から見るとやっぱりどこがダメだったっていうことがもうやっぱ明らかになる、ということです。で、まあどうしてもね、僅差で負けちゃったりするとね、票の数え方は間違ってんじゃないかとかそんなことを思うんですけども、やっぱりなかなかそういうことは、まあ、全くないとは言えないですけど、ほとんどないですね。でもう最後はもう有権者に委ねるしかない、ということで、まあでもこれですね、ある意味非常にバカバカしい無駄という部分はあるんですけども、でもやっぱりなんだかんだ言ってもこれが民主主義の基本で、そういうところから国家の民主、国家って成り立てんじゃないかというふうに思います。もうバカバカしいな、こんな選挙、投票入れる、投票する人間なんかいないとか思っても、ともかく投票場には足を運んで、そして、誰かの名前書いてください。まあどうしようもなきゃ白票でもね、ともかく投票しないっていうのはやめましょう。それは本当にですね、みんな一生懸命、候補者もそれから運動員も支援者もやってるわけなんでね、それは少しでも見てあげるということが、せめてもの有権者の方の側のですね、姿勢じゃないかなというふうに思います。今日もありがとうございました。